おはようみんな。第9回弱者の反撃底辺キャラ必勝講座、今回のキャラクターはブラッド・ピット。こいつオンラインであんま見かけねえよな。だから底辺なんだよ。さあ行こう、闇の宴の始まりだ。タカさん対戦よろしくお願いします。まあこの俺ブラッド・ピットを使う上で一番のメインアップ、それはもちろんこの衝撃、相手の距離を離す衝撃、相手の着地隙、そして硬直に合わせて回避を誘発させ、何をするかというと狙撃。さあ相手のことを見てから動く、冷静沈着な俺じゃできないこの狙撃。さあカウンターを誘発させて、リトルマックのようなガンガン来るタイプに対してはあんまり狙撃を乱発すると逆に好きになっちゃうからやれねえが狙撃。回避見てから次の行動を誘発させる狙撃。狙撃が近くで当てすぎると後隙が大きすぎて逆に反撃をもらっちまうぜ。狙撃。さあ相手にちょっかいを出していく。さあ攻め方ではニュートラルピット、俺のホワイトの僕が人気らしいけど、やっぱり大人な君はブラックな俺。さ近づいてきたところに衝撃一発、ダメージが高いじゃん。衝撃、まあ、ホワイトの僕は横身の相手の飛んでいくベクトルがいいのと衝撃、この衝撃に対して緩急がつけれる、その2点において白い僕の方が優秀だと思われがちだけど、ダメージを貯めて衝撃。おーおーおー、衝撃に対する対抗策を見つけてきたね。さあ今度はずらして相手のカウンター見てから衝撃、余裕でしたってか。はい衝撃ジャンプしなかった、だったら下方がメイク、あ当てれなかった、うんじゃあメモが助ける結果になっちゃったね。逃げろー。おいおいおい、そんなの狙撃が黙っていねえよ。おいおい自殺。まあ今のはどちらにしろ積んでいたからいい判断、俺に射抜かれるぐらいだったら自殺してやろうっていう、そういう魂胆嫌いじゃないよ。捕まらない、お前にはどれだけ捕まれても死はないから安心してるぜ。さあ上がっていって、お前は外にポイして終わりだ。狙撃ジャンプが潰れた、さよなら。ああいう風にジャンプを一回潰してしまえば、まあ、リトルマックはどちらにしろ簡単に事故ってしまうキャラだからなりがちなんですけど、ああいう風に相手に事故らせることができるぜ。おい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 、ダブルマックフィリオフィッシュが20年ぶり中身が変わったって本当かい。一発即死。さあ上方向にも打てるのがこの矢のいいところ、お前のことも手に取るように分かってるぜ。さあここは一旦距離を取って狙撃。さあ相手に当てたことによって反撃をもらってしまうという愚かな狙撃、あまりにも愚か。でもこの狙撃でバーストできるのがかっこいいんだよな。さあ上方向に向かって狙撃。おーおーおー、初見なのによくかわしたねえか、あれが MK アロスケ2の方ステラー。お一発、さあ後ろ、あちょっと遅かったタイミングが、あ振り向きの狙撃。さあ掴んで、うん飛距離を取るってことだ。おいおいおい、ゴリモゴリマックになっちゃったかい。さあ射程が長いぜ、射程が全キャラの中では最も射程が長い。さあここで出てくるのがガード侍、割れちゃったから、うん狙撃、狙撃、お前すべて俺の100発100中ザムライ？ザムライ？ガードハロー、あ、ちょ、ガードが出る、あれ、割れたら出なくなったな。ん？初スリー、初見。さあ、リードに予定が余裕があるパーセントだから、これは狙撃で削っていっていいだろう。闇の狙撃、そして謎の狙撃、そして挟んでくるのがここでまさかの狙撃。マスターさん対戦よろしくお願いします。聞いてきた、環境最上位キャラお前みたいに図体して何をするかというと、まずは距離を取って、狙撃、着地に対して 12%、 衝撃、ちゃんとガードしたね。さあ誰がしかし狙撃。さあ今度は引きガード、一番大事なのは振り向きつかみ、三種の神器、ちなみにさっき見せたのは最後の三種の神器の技ダークダイボンバー、まあ下火のゲートガーディアン、別名ケガトンケールのボンバーもあるんだが狙撃。さあ頭出ちゃってるぜ、いっていってて、そらめちゃくちゃの腹筋をつけた、ルキナみたいな腹筋をごまかしてちょろまかしてくれたりとか、ちゃんと見てから、もう一度狙撃。さあ距離を詰めてくる、狙撃。さあ距離を詰めてくる、狙撃。ここでガードして相手を掴んでいく、その立て回り美しい、美しい。あんまり振り切ると自分自身がダークダイブボンバーになっちまうぜ。掴まれた後ろの相手は渋い選択。さあちょっとずつダメージを稼がれて気づいたら死んでいるのがルキナ戦ではよくあること。今の後ろ前からの狙撃の展開、相手のパーセント、おいおい、その曲がりさ、それは狙撃が、おいおい、狙撃が、おい、狙撃が止まんねえよ、狙撃が、そこで回数買ったら届かねえんだよな。さあ、これが狙撃の真骨頂、俺の狙撃ング、狙撃の島で生まれた、撃ち抜くぜ、政府の旗、おお、クエルブンブン丸になっちまった、ちゃんと下から吹きしないと、下鏡で止められちゃうぜ。この密着展開は、自分の下鏡、そして、つかみでごまかしていくね、メテオ、先っぽにメテオ判定があるから、いざっていう時狙っていくといいよな。この距離、狙撃の距離、相手に振り向かせると思っちゃって後ろを向きながらの謎の狙撃。さあこの間に気持ち悪い動き、ううううって気持ち悪い反射角と入射角もしっかり理解して狙撃。まっすぐしか飛んでいかねえんだけどな。
どうするどうするどうする。さあ、だんだんストレスが溜まってきただろ。うん、狙撃。ああ、うん、狙撃。総裁。さあ、めくっていって、狙撃、狙撃。上がってきて、うん、見てから、うん、そこ狙撃。さらに、詰めていって、うん、掴む。狙撃。ああ、狙撃が重なっていくぜ。狙撃に狙撃が重なって、それ届かないぞ。おいおい、これ相手も闇落ちしちゃうかい。いいぜ、おいでよ闇の世界に。俺はいつも歓迎だぜ。ん、衝撃、ん、衝撃。おいおい、事故って、事故を誘発して殺すつもりが全然ダメだってことね。さあ、お前の選択肢はもう全て勝つしかないぜ。衝撃一発、ん、払って、ん、衝撃。さらに一発、下スマが、下投げから上スマが繋がります。上にも衝撃。違う、それに空だみするとなんか出て踏まれて殺されるような男じゃないと。なぜなら俺は闇だから。俺自身が闇だったらさ、気づかなかったようだね。俺自身が闇だったらさ、おう、アバタマの衝撃を回復した。見事な撃墜だと言っておこう。はい、そっか、今反転しました。うんうんうん、狙撃、痛い。あんまり狙撃ばっかり集中してると本来の目的忘れてるぜ。さあ、行こうか。砲撃準備万端、行くぜ。ダークダイブボンバー効果、スーパーアーマー。さあ、相手はダークダイブボンバーにビビってるところで、あんま適当に出してくると俺が止められる。うん、ダークダイブボンバー、やっぱりこれに限るんだよな。アルフィーさん、狙撃、お前そんなクッパみたいな重量級のキャラで俺の狙撃が止めれると思うか。おいおい、しかもブラッドピットのホームステージなんかよ。こういう背景が黒いステージが闇の力を増加して保護色するからな。狙撃が見えないだろ。さあ、相手の距離を、おいおい、そんな迷いない横び嫌いじゃないぜ。ブラッドピットの強さは読み合いの強さ、そして狙撃の長さはもみ上げの長さ。俺のもみ上げは 13km だぜ。さあ、狙撃、衝撃、これは普通に上がってくるので、前投げからの衝撃。お、ちゃんとジャンプ消してどうする。お前のこと見てから今度はジャンプ上がり読んでるぜ。上スマッシュ。さあ、どうする。完全に読み合いに負けていてメンタルはズタボロになってしまったの。そんな時に唐突に現れてくるのがこの、おお、急に流れが変わりそうな雰囲気漂ってるぜ。ガードをしっかり固めてくるクッパだね。だったらまずは衝撃でその流れを崩す。後ろ側からの衝撃、ジャンプ使っちゃった、見えたよ。おいおいおい、相手にジャンプを使わせるというのが一番のテクなんですけど、テク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 サービス終了したんですけど。さあ、まずは90ドルで集められて 19%。 衝撃、衝撃、何も考えず衝撃。さあ、相手、何も考えずジャンプ、ああ、ジャンプ2回使っちゃったね。だったらお前は俺に衝撃される。運命共同体。さあ、どうしよう、やばい、微生物の実験、頭、火にはちなみに消されるから頭をヘッドショットしないといけないんですけど、ワンショットワンキル、ワンショットワンキル、違う、逆。さあ、上 B のカスメはさせない、あえての上投げ選択。衝撃、うん、間違えた。衝撃を失敗するとダークダイボンバーが出てくるぜ。さあ、ホカホカしちゃってんじゃないの、さつまいもの唐揚げ。衝撃、上方向に衝撃。くっそ、俺の第一のやステラステラー、くっそ、逆方向だった。今のが判定のベクトル飛んでったら確実にお前は蹴る、安定の蹴る。めんどくせえからもうさすがにいいや、めんどい。お前に言うことただ一つ、めんどい。あ、それそれ、まず一旦バッテンと稼いでいく。ああいう狙撃の展開はダメージをリードしてるときに使うべき。今みたいなこういう展開は無理。ガードワリパリーガラスのハート、おお気合でどうにかしたわ。まずさ、潜在一撃のチャンスを狙撃しちゃったね君。そしたら俺の狙撃から逃れられないよ。さあ、復帰で狙撃をしまくることによって相手の復帰措置をさせないという立ち回り、立ち回りんご、うん、衝撃。さあ、武器判定だから長いぜ。おいおいおい、さっきの俺のあの上方向の狙撃襲えてジャンプ抑制しちゃった。相手の動きを抑制する、それがこの狙撃の真の効果。下から上がってくるやつはああいう風に事故るんだよね。さあ、あ、さよならバイバイ、マサラタイム復帰。さあ、あ、そういえば新しいサトシのピチピチ、サトシのピカチュウがピチだった時代のアニメーションがあるらしいんで期待だーい。取る、取れなかった、これは読まれてる。あまりにも冷静、君にはあまりにも冷静。うんこマンというあだ名をあげよう。お前のあだ名うんこマンだ。ちゃんとジャンピングオブクッパ、お前のその呼吸を乱す闇の呼吸みたいな一の形、全集中してる方が勝つよこの試合。さっきまで疲れがバンバン取ったから疲れをもっと通すべき。痛い痛い痛い、まずいまずい、俺としたことがちょっとばかし熱くなってしまったようだな。一旦下投げから上様の展開、そしてまた上様を重ねていきたかった。上様の着地がしてるのマジで高いからいっぱい使っていった方がいいんだけど、
怖いな、どうせ非100だろ。相手行動見てから。はぁ、ワロス、あまりにもそれはワロス、あまりにもワロスの選択肢といったところだ。うん、狙撃って、うん、狙撃パラダイスか、これはもしかして衝撃の時間かい。まあ、隙がある、つける隙はまだある。ジャンプしたことによってつける隙がある。あー、潰せなかった、つける隙が、うん、アルフィー、さようなら。そんなに飛ばないじゃん、ビビらせやがって。危ねえ危ねえ、俺としたことが勝負を投げ打つとなった。爆死ゼムだ。おいおい、それはあまりにも強がすぎるってか、ジャンプしたことは。おいおい、だからそうなっちゃうから。カナさん、対戦よろしくお願いします。おい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 、なんで俺がお前と2分間ストックなしでやんなきゃいけねえんだよ。おい、しかもここ狙撃ステージじゃねえか。うん、画面外から狙撃、狙撃吸収されるんだ。さあ、兵法たちを狙撃、逃がさないよ。わかったわかったわかった。お前、俺1速お前奪って、あと2分間逃げまとってやるよ。なんて言われても構えない。終点だったらな、てかなんかステージが希少い剣について、しかもアイテムがあるから、これは吸収できないぜ、残念ながら。バナナオブザ、おいおい、自分から自ら光に行ってんじゃないぞ。1ストック残りさ1分30秒か、そろそろこの間だろ。さあ、からの上方向、逃げられないぜ。いい回避だ、いい回避だと今だけは言っておこう。さらに追従許さない、まずいまずい、ま、危ない危ない危ない、あんまり画面外にいすぎると俺が持ってかれちまうからな。それだけは一番避けなきゃいけない事態。ブーメラン、ワンパン、あ、アシュトフィギュア、何で出てきたのは、おお、スーツオブザー、全身タッチサムラ、さらに出てきたのはシオカラース。シオカラースがいる状態で俺の狙撃、シオカラース、おいおい、ちょっとお前上が分かる。さあ、お前落ちちゃうか、どうする、どうする、そこダークダイブボンバーポイント、ここが俺のダークダイブボンバーだ。よし、なんか違う方向止めたけど、さあ、あと俺50秒間逃げ、俺は視聴者からなんて言う、どんなに汚い戦法と咎められるか構わない、俺が欲しいのはただ勝利だけ。さあ、追いついてみろかな、そんなチャチなブーメランじゃ俺は殺せないぜ。ほら、おいでよ動物の森。さあ、上に逃げてと、危ない危ない、死を覚悟しました、わら、いないで、ちょっとなんかヘイホー、跳ね返りにしてんだ、あいつ欲しい、いや、だが少しここで俺は最大限の狙撃、ザマー味噌漬け、ザムライ、赤味噌が好きなんだよな、来いよここに。お前焦ってたら足元すくって俺がもうワンポイント取っちゃうぜ。お、それはあまりにも狙撃ドゥー。さあ、さよならな、悲しい言葉じゃない、俺はもうここから動かん。今もね、今その場回避ねんだ、その場回避ねんだ、俺はその場回避ねんだ、まだ知らないぜ。さあ、どうする、どうする、どうする、ここで俺はその場回避ねんだ、いいぜいいぜ、残り5秒、無敵時間、どうするどうする。さあ、引かれて対戦ありがとうございました。猫缶さん、対戦よろしくお願いします。俺はどんな勝ち方をしても許される、あのような汚い戦法打って上等、なぜかというと闇だから。さあ、あの戦法、逃げ回るという戦法が汚いと思う、お前が汚い、ということで勝ち以外興味ないぜ、お前も入ろう闇に、闇に飲まれればいいんだ。さあ、そしてなんかどういうルールだった、起き上げに対して狙撃、ちゃんとこっち側に起き上がってきた。ルフレ使いはわりかし分かってるやつが多いからな、ルフレ使いも読み合いが強い、そんなやつに俺は勝っていくぜ。狙撃、うん、狙撃、下からに見えて、おお、サンダーソード暴れは効いてないぜ、振り向きからの、おお、ジャンプ抜け、チャージ切りだと最後の切りだけあり、そういうルールね、理解理解、うん、理解。さあ、あいつは足が遅い、とにかくルフレは足が遅い、だから狙撃でいい。ガウガインとこいつはキングオブ足を遅す、戻ってきたところを咎めていく、ふざけふざけんじゃないよ。さあ、帰ってきて、俺が見てよ、こいつの見てよ、幅広すぎて当たんな、マスティングブレイクマスタングさん、ありがとうございました。困った時のダークダイボンバー、お前が電気属性を使う、うん、守れ、ま、ちょ重ねられた、危ない危ない、あれ上様もらってたらベクトル合成で死んでいたぜ。取らせねえ、取らせないための狙撃、一発攻撃当ててくれてもいいんだよ、あいつちゃんと俺に攻撃当てさせてからスマッシュボールを取るっていう、そういう感じ。やべえやべえ、こいつ一回それ使ってから俺を殺してさらにあれを取るとかいう最低のルートだけは回避、先に使ったもん勝ちだもんね、ブー、頭ヘッドショット、ワンショットワンキル、狙った獲物は逃がさない。どうするどうする、お前のチャージキル札なくなっちゃったぜ、だけどしかしメテオも入れていって、さあ、つかみ、ダッシュつかみのキルは大したことない、エロサンダーがエルニーのパフォー、急にチャージキルが溜まっちゃってエロサンダー食べようと思ったらクロムが出てきちゃった感じ、わかるわかる、過ぎた原爆、あまりにも過ぎた原爆、コグラー、待って一発、さあ、このパスじゃまだ上様が繋がんない、嘘つき、カグラの嘘つき。さあ、謎の振り向きをこそに化けてしまって、飛び道具なら俺の方が優秀だぜ、飛び道具のうちでこのパーセントとしてするか。さあ、エルニーニョのあれがどんどん過ぎてゆく、一発、これは
ジャンプ使っちゃった。さらにいいじゃん。うん、さらに、足が遅いから、俺にが、お、さらに、足が遅いから、おぉ、ぴょんぴょき。ギリギリっすかい？はい、ガード。オーケー、お前の行動、全部読めてる。そんな、はい、守っちゃって、ファイヤーがお前に繋がっていく。俺に、あえて、ガードして、炎を立てることによって、おいおいおい、撃てば撃つほど、お前の寿命は縮まるぜ。ジャンプ、残ってない。さらに、すぐ電気、すぐダークダイボンバーが出てくる。誤爆で。先行入力ってやつ？逆襲能力がないね君。おおほら、ダンマー教育ゲームの開催だよ。そしてお前がくぐり抜けたその先で待っているのがこのゲートオブガーディアン。反射して殺すという最も屈辱的な死を君に与えて信じようか。さすがに読まれちゃってる感じ。さあ、ということはダメダメダメ、君の考えはティラミスオブザカフェオルくらいで甘い。すいませんでした。ちょっとかっこいいキルしようと思ったんだけど何も浮かばなかったぜ。勘弁してくれ。反対、暴力反対。山ちゃんさん、対戦よろしくお願いします。来た来た来た。このチャージ切り札相手回り、すべてのルールが楽しいんだよな。ちなみに今んとこ、まあ一応勘違いしてる人がいるかもしれないから言っておくけど、俺のこの背中についてる羽全部チョコレートだぜ。なんつったってホワイトでもらいすぎちゃったからね。さあ以来昇竜ドラゴンダンス、マリオも反射を持ってるから十分気をつけないとな。ワープした、お、即死コンボが決まらなかった。最後にもっといってガードオブザキングゲートガーディアン、そんな簡単に崩れ去ってしまうのかい。めくられた、ちゃんとして投げてくれてる。おー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 、お前ガラル地方で伸びたからっていい気になってんじゃねえぞ。ここは相手の攻撃上がりを選択。これ恥ずかないと危ない。お前ちゃんと下に投げてくる。分かってるね、俺に反射あること。あれが飛び道具扱いなのか分からんから横身で突っ込むかどうか曖昧なところ、曖昧み、曖昧なビーザガイ。帰らせてくれないね。マリオは上スマしがち、こういうガキ側の攻防で、なぜなら強いからね。さあ俺の飛び道具戦は俺が制していって、足飛び際はダメだ。全てのアイテムが相手の手のひらの上で転がっている。加速、うう、おい当たったぞお前、リーチずれすんだお前。反射センター当たったじゃん。うぜえうぜえ、おいマスターボールだけはやめろ、投げろ、徹底してやがれマジで。アイテムを俺にはあげないよっていうところを伝わってきますね。なんか暗いうちに死んだけど、あー流され侍、かっこいい今のポーズ。おら、あマウス、あ危ない危ない危ない、どっちかわからん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 、お前だけ当たるよ。そしてあー行っちゃった、オーイエーオブザマリオ、上に弾けば大丈夫。そして取れる、俺なら俺なら取れる、ジャンプしておけ、お前ずんどけどけ、あー取られた、もうダメだ。あの川越主婦でも痛めつけて遊んでよ、届かねえだろ、なんだこいつ。いやこのパーセントならまだ知らない、いやハザるよ。おいリベンジシューター、撃ってみそ漬け、おい撃ってみそ漬け、おい撃ってみそ漬け、パリーンこの距離なら横手までカクカク、オッケー。そして俺のもの、なんでさ、どうにかなって、よしよしよし、狙撃、なんであれ割れないの、ウリだろ、なんであれ割れないの、狙撃、よし狙撃が待っているぜ。全然ダメじゃん俺の真の狙撃、無理やりガードしてそこに押し入っていくよ。モンスターボールだけ返してもらったぜ。俺はお前と違って前に投げちゃったよ。ああミミッキーに食べられたがお前の最後になっちまうな。おいおい、まあ、おまだ食べられちゃったね、はーいはーい、まあ、90% まで食べて、そしてフィニッシュ。あ3433対戦ヨロピク、アイスクライマーのアイテムあり、アイテムあいつ2つ持ってるから気をつけといて。さあそしてこういうレートが高いところにいるアイスクライマーは俗に言う即死コンボやってくるから気をつけておこうぜ。ブリザードを一番警戒するのがまずはアイスクライマー戦の極意。あ、つかみはああいう風に無理は狙撃の天敵だなこいつ、今思うと。下ろして、あ、つかみはそれ剥がされちゃうんだよな。つかまないよつかまないよ、心に言い聞かせているがまだ俺はつかんでいる。そういうところしびれるね。跳ね返したぜ、つまりはお前にニワトリパラダイス、いけいけ。さあこのニワトリとファイヤーフロア同時に対処できるかな。マグナムキラーのおまけ付き、まずはお前を横身で吹っ飛ばしていきたいところ。吹っ飛ばしてゆく、待ってるのが俺でした。これがは俺も死んでんだけど、あれ、ま、ここ帰ってくるわけじゃないんだな、どうしよう。
最近このスターリングの使い方モテ余しちゃったから、たまにはこういう使い方もどうだい。上方向に飛ばすの、あー来た、死ね死ね、入れ入れ、お前が入れなら妹だけでも入れちまうぜ。本当に妹だけじゃないか、ふざけんな。おお前さっきから妹を盾にしがちだな。プチトタッ、何が俺が出したやつだかわからん。ミサイルは俺の味方、毎日か。俺が溜まってるかどうか何もわからん、何もわからんけどちっちゃくなったから、とりあえず狙撃、おし、ミニチュアダックス狙撃、これこそが勝ち。さあ気づけば残り1ストックだぜ。おいおい、やけくそした妻撃ってんじゃねえよ。あ、ラストもしかして自分、狙撃に始まり狙撃に終わる。あ、ツンザキツンドラ300、まずいよまずいよ、ツンドラ300溜まってる状態のこれだが、俺は空高く舞い降りる打天使、全然痛くない、全然痛くない、全然痛くない、アストビエハロが痛くないもんね。さあ全身ビキニタイツマン頼むぜ。この一旦反射しつつ、眠っちゃった眠っちゃった、最大横綱、もうちょっとなんかあったな。急なあれに対応できないのが MKR のいいところ。終わった終わった終わった、あれ終わった、あいつ終わった、あいつ終わった、あいつ、あいつ終わった、あいつやめんだ、あいつ、あいつやめんだよ。だけし俺は眠る、だが俺は粘れる、粘ればの納豆びっくり、来ないで来ないで、お前あいつに切られるぐらいなの、お前に食らった方が、うん、飛びすぎ飛びすぎ、ちっちゃくなっちゃった感じ、エニキおばさん、うん、なんかもう適当に無理、あー俺まで今絶対いけると思ったのに、あらら、止まって止まって止まって、うわっ、死ね、うわー狙撃、えそこは死ぬのけよ、トゥ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 ルって言ってエンディングが流れるとこだったの今の確実に、どうして、あーベーギさん、対戦よろしくお願いします。おい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 、的当てゲームの始まりかい、ダース感覚だよ、お前の相手なんて狙撃じゃ、もろぬる、生ぬるな、お前特殊だよ、お前に至っては。そこから拳を上げていって、さらに、お、もう逃がさないよ、デブいからね君は、避けれないよな、この動きは。さあ、掴みから抜けられない、一発、おい、スーパーアーマー生かしちゃってる感じ、誰よりもキングクルーのことを知っているこの男、 MKR やらせないよ、そこにアイテム、あ、ジャンプ2回使っちゃったから攻撃するしかない、掴んで掴んで、後ろからの、うん、衝撃、あ、ジャンプ使っちゃったらもう次がないぜ、うん、衝撃、もうジャンプが残ってない、ここはあいつのプロペラだけ気をつけて、なんか出た、レイガン、あー、そこの爆弾危ないですよ、一発一発、うん、あそこ一発反射は、うん、そうじゃん、一発、こう感覚を打って、レイガンの弾と、うん、衝撃、そして降りたところに待ってると掴みが飛んでいく、お、3段決めた、お前3段しよう、いやいやいや、あー、スクリューアタックが落ちてしまった、衝撃、うん、衝撃、うん、衝撃、からのダッシュアッパー、やるじゃん、このまぐれお腹やるのが、死ね、そこに落としとくぜ、復帰できるかな、その距離復帰できねえよな、誰よりもデブを借り慣れているこれだから積んできる、ホームランかっ飛ばせ MKR さん、うん、狙撃、うん、うん、やるじゃん、跳ね返すぜ、分かってる分かってる、見やすいたコンタン、落ちちゃった、ティア1はそんなところで使うべき技ではない、あまりティア1はあの距離では、おいおいおいお前そんな必死に B 連打しちゃって見事だと言ってやこう、お前が世界、俺とお前だけだ世界でキングクルール、あ、弱っ弱っ、キングクルールとか言って、お前そう、2回はズルだよ、2回はズルだよ、それ爆発するぜ、うわぁカプセルが爆発した、そしてピクミンのあれも爆発した、それはさい、これはクラッと危ねえな、避けることに対して三度手のコースなくなっちゃった、上方向にも見ているよ、タコチョークも見ているよ、デブ逃がさない、お前は積んでるんだよ、わかるか、出て出て、上方向の腹筋だけ一丁前に判定、ダメだって、おお模範解答、あまりにも模範解答、やるよ、王冠モンスターボールやるから、あ、ちょっとダメダメ、投げるな、え、なんかさ反対側飛んだけど、間違えた、取ったらダメ、はなんで俺さ、これ全部反対向いてんの、痛い、しかもなんかもうフィールドが終わってる、だけど俺はそれスキップすることでできるんだよね、あいつが消えるまで、さあ走れ走れ、ダイエットの時間だ、追いつかないよな、マスターやばいやばいやばい負ける負ける、まだ お前に負け、お前にだけは負けられる、やばー、どうなってんのさこれ、はぁー、危ねー、いて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 、失礼しよう、お前だ、上にいるよ、あの、ペキポンは死んだ、ペキポンは死んだ、まだ生きてる、即死、うん、即死、ダメだこいつ、一丁前に死、やめてください、やめてください、ああ、よかった、まだ死ぬようなパーセントじゃないよな、はい、ありがとうございます、あのボムチューが次、ボムチューと一緒にやる、あ、こいつボムチューをスルーしやがった、
受け身。ボブちゃんありがとう。さあ来い。さあさあ、はい、あ、ダメだ、ズルだズルだこいつ。あー、狙撃、狙撃キックス、死ね。よしよし、それは当たんない。さあベースボール、ベースボール、ベノノノベースボール、ベースボール、反射。おい、ふざけんな。それは一旦こうして攻撃を取っていく。うっ、掴んだ感じ、掴んだ感じ、ちょ、はい、後ろ投げから、うぅ、狙撃。